ネオミは、危機などに伝わる古代日本の豪族。坂本神の祖。古時期では、根神。生は神。坂本氏は、古時期、高原天皇団によると、盾内宿くの子は9人とあり。次に、木、住宿くは、奇神、戸谷津神。坂本神の祖、と記している。新仙聖四六、河内国鉱別によると、摂津国鉱別によると、坂本神氏は、 木屋村道祖、彦、大野忍武神、命孫、竹内すくね命の後なりとあり、泉国公別では、坂本阿蘇氏は、木屋村道祖、竹内すくね、男木、住宿根の後なり、男、白木すくね三世孫立日の海の、四霊玉物二世坂本神一、左京公別では、坂本阿蘇は、木屋村道祖、企格すくね男、白木すくねの後なりとある、 和名類受賞によると、泉国泉郡坂本里が発祥の地となっている。一族には、川辺警官の妻、甘美美美、日野と羊の乱にも参加し、601年には、天皇の命で、未間な救援のために、大友公と共に、朝鮮半島に派遣された、坂本ぬかて、人身の乱の功績で小紫を贈られた、坂本在らがいる。 日本初期巻十三によると、推定四百五十四年、安黒天皇は、王発世王子のために、大草加王子の妹、双孔、旗たび王女を人しようとして、坂本神の祖先である、ネオミを派遣し、当時病がちであった、大草加王子は、妹の今後を考え、おしき玉カズラをつけて、結納品とした。根尾美は、玉かずらの見事さに魅了され、 天皇に差し出さずに着服し、嘘を言って、大草王子を死に追いやった。古事記では、ここまでで話が終わっている。それから16年後、初期巻期、第14によると、推定470年、有略天皇は、呉式、鑑識らを連れて来日した、呉の施設をもてなすべく、誰を教職者にするかと軍心に尋ねたところ、満場一致で根を見だということになった。 ネオミの接待ぶりを見張るべく、密かにトネギを使わした、有略天皇は、ネオミのつけていた玉カが立派で以前にも着用していた、という報告を受けた。興味を持った天皇は、共演の時の服装を同じなりを、ネオミにさせて、隠検した。その時、皇后となっていた草公、草子を、はたびびめ王女は、ネオミの玉カがかつて兄が、 自分のために送ってくれた玉かずらと同じものであると証言した。ネオミは天皇の怒りを恐れ、そのことを認め、天皇は以後、ネオミを死死孫孫八十連綿に軍神の列に加えてはならぬと命じ、切り殺そうとした。ネオミは逃亡し、ひねに到着して稲城を作って防戦したが、官軍に敗北し、殺された。天皇はネオミの罪を断罪し、 同時に、兄の選定の過ちを謝罪するために、ネオミの子孫を二つに分け、一つを皇后のための名城である、大草株の部民とした。もう一つを、チヌアが田主に与えて、不能者とされた。さらに、大草株王子に巡視した南馬騎キ日高ュ家にかばを与えて、大草株王子の名に由来する、大草株騎ッと名乗らせた、という。以上のような措置をしたにもかかわらず、 ネオミの意地である、コネオミは、天皇の城は、剣からず、我が父の城は、剣士という自慢を根物語にしたので、天皇はそのことを確認した上でコネオミを殺したという。六百八十四年、発色のせいで、坂本慎一族はアソンを指定されている。この時の、クレの施設の芸説方法であるが、クレの客の道を作りてイソ発炉に通す。クレ坂と、メイクとあり、 随所遠い伝は尋常にある今ゆえに道を清め館を飾り、モテ大使を待つと、和王が述べている箇所と対応している。これは、律令時代の貴族による作文ではなしに、何らかの史実に基づいており、和王部に否定される有力天皇が接待に留意していたことを伺わせる。天皇が、ネオミの同性を陶磁に監視させたとあるところから、天皇自身が、 外国の施設と直接対面していないことが分かり、山大国の秘密呼とも同じ形式であることが分かると、田島幸は述べている。顕髄師歓迎の記述を見ていくと、ぬか食べの平夫が75匹の商馬をつば市の術に並べたとあり、平夫は例の字を申し上げる任にも当たっている。すなわち、外国の施設を迎えるためには、何らかの装飾品を有し、 衣装も荘厳なものでなければならなかったという事情が見えてくる。おしきた玉かずらを所有していたネオミが何度も共王役に選ばれているのにも国際関係上の和国の位置を視覚的に誇示する必要性があったのではないかと武田幸子は述べている。ネオミ及び一族の処罰であるが、義士東遺伝は尋常によると、その方を犯すや、軽き者はその妻子を没し 重き者はその文句及び愛職を没すとあり、同等遺伝の不与上の、敬を用うること言及にして、人を殺したる者は死せしめ、その家人を没して、土日となす。一応説盗せるは、責めむること十二とあることや、高空理情の、牢獄なし。罪あれば諸家表義し、貧血のを殺し、妻子を没入して、土日となすとあることとも対応している、と、林の明は述べている。また、 このケースは厳しさ道前、前、艶の有力天皇図書のような和人伝の重罪の場合と違って、窃盗罪にあたる経罪であるのだが、相手が天皇、皇后、皇族であるため、王権に対する侮辱や不敬を伴っていると、伊藤政治は述べている。ありがとうございます。